好。啊 お疲れ様です元光ですすす言論プラットフォームの,方のチャンネルになります今回の話なんですけどこちらの記事ですねメイウェザーへの花束ポぽい騒動ごぼうの党党首が謝罪ってとんでもない過ちをしてしまったっていう話なんですけどもとみつが、ね、この間お話しした時事ニュースの方でお話しした内容なんですけど来審でごぼうの党の党首奥野隆氏がなんかねメイウェザー選手への花束を投げ捨てたっていう話なんですよね。 朝倉未来選手とメイウェザー選手のそのエキシビションのマッチの前に花束を渡すという儀式で炎上しちゃってるという話なんですよ。まあもうみんな知ってるかなと思うんですけど、一応ね、こちら映像見ようと思うんですけど、世界中に日本人の印象が悪く思われるような行為すんなよ。ごぼうのと、投手、奥野隆ということで、これね、あのー、朝倉未来選手とメイウェザー選手が戦う前のシーンなんですけど、こちらなんですよね。ちょっと見ましょう。花束をメイウェザー選手 これから、ね、渡そうとするんですけどこれ,これ、こっちがね、ごぼうの党の党首奥野隆史なんですけど、いや、ちょっとえやばいよね、これ。これ、渡してありがとうっていう、そういった流れなのに、うらーって言って、投げしてるんですよ。でそそれをその後メイウェザ選手は拾って はいもらいいいましたみたみな感じででね受け取るんですよいやめちゃめちゃ寛大に対応したねっていう話だったんですけど、まあ、こちらたねねね映像いいいさせていただきます、ねでまあ、こういうことがあってある記事とかではこの奥野隆氏は「いや俺はあれは悪いわけじゃないんだ俺には俺の思いがあるんだ」とかって訳のわからないことを言ってたりしたんですけど最終的にね最新の話ではあの YouTuber のヒカルさんの動画内で謝罪をするという話になってるんです ですよえー、って。 ただですね、なんでヒカルさんのとこでやってんのとか、もうとにかくツッコミどころが多すぎて、また批判殺到しちゃってるんですよね。で、ヒカルさんも結局ね、その炎上の火を浴びてるというような形なんで、そこら辺の内容を見ていこうかなと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことをあらしていきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。で、この動画内のことをね、まあ、こちらの記事である程度まとめてくれてるんで、見ていこうと思うんですけど、えー、こちらから、えー、ツイッターでもね、ヒカルさんは言ってて、メイウェザー選手に花束 放り投げ大炎上しししている本人を呼び出しましたその様子は本日19時半から光るチャンネルでプレミア公開しますということで謝罪をしたいですっていう話なんですよね内容的には読んでいきましょう政治団体ごぼうの党奥野崇代,代表が29日 YouTuber 光るの YouTube チャンネルに出演何でなんだろうねこれ。 うあのー、今回、迷惑をかけた一番の、えー、当事者っていうのは、やっぱりメイウェザー選手と、あと朝倉未来選手だと思うんですよ、ドローン塗っちゃったからね、あの試合に。もしくは、ライジンだとかさ、主催者の、そこら辺とかが一番迷惑かけてるところなのになぜか、光さんのところで謝罪し始めてるらしいんですよね。25日に行われた総合格闘技イベント、スーパーライジンでの元5階級覇者。 じゃあえー、フロイド・メイウェザーへの花束贈呈の場面で花束を渡さずリングに落としたことについて謝罪したっていやいや最初はさなんか俺は別に悪いことしたつもりはないんだみたいなことを言ってたのにここに来て謝罪すんのマジってもうブレブレなんですけど奥野代表はあの行為自体はあの場に決して不適切ではなかったというふうに深く思いました炎上商法とは言われるんですけどそういうつもりはなくて いいえ,えちょっと待ってど、どうして、いや、炎上商法でしかないでしょ。花束を渡す行為の時きにあ、その贈呈のね、流れの時にね、床に落とすって、え誰がどう見てもダメな行為でしょ。え、あえじゃあ、あれ、あれ、あれを真剣に別にそんなに悪いことじゃないと思ってたってことは、逆にそれはそれでやばいんですけど、 いや炎上商法でしかないでしょ、あんなのどう考えたってね。で、2、えーまあ、択だと思うんですけどね、本当に常識がない人なのか、炎上商法なのか、この2択だと思うんですけどね、あんな行為するの。でも、多くの人を悲しませてしまったし、井上さんがおっしゃっていたように、一生懸命自分が頑張っている場所を怪我されたら、同じような気持ちになると思うんですと発言って、いや、分かってんの、本当に。怪我されたとか、そんなレベルじゃないと思うんですけどね。 普通に花束って相手に対して投げつけることあります絶対ないよね。見たこともないよ、本当に。で、本当に多くの人にしんどい思いをさせて、日本のイメージがマイナスに語られることもあると思うんです。とんでもない過ちをしてしまったのかなと。これが分かんないの,えこ,のこの人ちなみに48歳の人だよね。どんな人生歩んだら、これがとんでもない過ちだった。後から気づきました。ってなるの 正直、元光はね、謝れば何でもいいとはならないと思うんですよ、世の中のことでもね。もちろん、あの、故意ではなく過ちをしてしまったりとかわかるんですけど、こんなの誰がどう考えたって、ダメなことってわかるじゃないですか。うん。で、今回、ヒカルさんに機会をいただいて、謝罪する場を作っていただきましたと語った。えちょっとここもよくわかんないんですよね。なんでヒカルさんに機会をいただくの 極端な話自分で、まあ、新しく YouTube チャンネル作ってでもいいじゃん発信の仕方なんて無限にあると思うんですよねなのにあえて光さんのとこに行って謝罪するっていう話になったのいやいやまあ YouTuber といえば朝倉未来選手も一応 YouTuber なんだからそこに行けばいいんじゃないの で、あの、今回、迷惑かけた当事者なんだからさ、なんでヒカルさんなんだよって、これ、もう、わけわかんない謝罪になってるんですよね。で、奥の代表は続けて、何より、朝倉未来選手とメイウェザー選手ですね、試合が始まる前の空気を怪我してしまったことを、お二人にか謝罪させていただきたいと思います。いや、ちょっと待って、だったらさ、 まずはメイウェザー選手でしょ。今回一番ね、あのー、不快に思ったであろうはメイウェザー選手だから、ここにアポ取るなりなんなり、まあ、それがね、成功するか分かんないけど、そこに連絡するのが、まず筋じゃないんですかしたのかなまあ、そこらへん分かんないですけど、で、それが無理でも、朝倉未来選手の YouTube かなんかには多分出てたはずなんで、この人ね。だったらこっちで少なくともやるべきなんじゃないうん。なんでヒカルさんの YouTube 出たんだろう。 ヒカルさんもそれで OK って言って動画で上げて自分の動画内でまあ収益発生させるってわけわかんないんだよね今回のこと試合が始まる前の空気を怪我してしまったことをお二人に謝罪させていただきたいと思います本当に申し訳ありませんでしたと頭を下げるそしてメイウェザー陣営の皆さんも日本人のプレゼンターからあのようなことをされると思ってなかったと思います悲しい思いをさせてしまったことを謝って許されることではないと思うんですけど謝罪させてください本当に申 申ししし訳ありませんでたたと謝罪したっていやあの花束ねあの床に落としてあ,やっぱあれってやっぱり悪いことだったの気づきましたごめんなさいっていう話ができるのって幼稚園児ぐらいまでだと思うんですけどねこれ48歳のしかもなんか政治家やってるよって、うん、ごぼうの党の党首やり始めたんだっていうような人が。 こんなこともわかんないかっていう話だと思うんですけどね。マジでびっくりしたんですよ。で、今回謝罪しますって言った内容もむちゃくちゃだしさ、ね、まあとにかくいろんなね、批判がネットであるんで、それ見ていこうかなと思うんですけど、どれも納得するんですけどね。いや、謝罪する場が違うやろ。なんでヒカルのチャンネルやねん。非常識な場で非常識な謝罪すんなって。いや、ほんとそうだよね。謝罪の仕方知ってるって。謝ったことないのかな。 謝罪とはってちょっと1回ググってみたら本当にこちらもいいねさせていただきますねあっ本光ねツイッターもやってるんでもしよかったらホラボしていただけると嬉しいんでよろしくお願いしますとか他には陰謀論者の奥野の隆が花束事件を謝罪朝倉未来の YouTube だったら見るけどなんで悲観の YouTube なんだろうってまあそうだよね普通に朝倉未来選手の YouTube に出てすいませんでしたって謝罪するならまあ100歩譲って わかるよまあまあ、その流れとしてはね、ひかるさんの動画に出て、なんで謝ろうと思ったんだ、さっぱりわから、だったら自分で YouTube 立ち上げてでもやるべきなんじゃないのって感じがしますよね、こちらもいいで、させていただきますね。とか、謝罪って相手に出向いて頭下げるもの、まあ、これに尽きるよね、まずはメイウェザー選手に謝罪させてくださいって、相手に出向くんじゃないの、普通は。 そのとおり、遠、え、く、ー、で閲覧数稼ぎながらでは、せっかくの謝罪も意味が薄れる。そうそうそう、だからヒカルさんの YouTube の再生数がに貢献してるだけでしかないんですよ、これ。意味わかんないよね。せめて、雷神の事務所なり、朝倉未来の所属事務なり、カメラがついていこうがいくまいがと、本、ま、当、あ、そうなんですよね。<laughs> ヒカルさんのところで謝ればまず違うだろうって。それだけはね。 斜め上行き過ぎだっていうような話ですよね。まあ、こちらもいいでさせていただきますね。とか、他には、こちら、要は何も考えてなかったってことよね。お粗末ですね <laughs> っていうことで、あんな場で、あんなことできないよ。何も考えてなくてできんのかな、逆に。その程度も考えつかないで、人の上に立つなんて到底無理だよねって、そう、この人は政治活動やってるって自分でね、ごぼの党の党首って言ってやってるんですよ。 だったらそんな人の上に立つなんて絶対無理だよね指示されるわけねえだろうってあと政治家なら無言はやめた方がいいですよ話せっていうことで、まあ、最初とかねもうすーっと逃げたかのようにねあの今回の炎上の時はすぐどっか行っちゃったりしてたわけなんですよである、えー、週刊誌かなんかにはあの自分の言い分をね伝えたりしてたわけなんですけど今更になってこんな謝罪してるからね、まあ、こちらもいいねさせていただきますねとか他にはこいつらのざれごはどうでもいいけどごぼうの 党の党の党首ってこんなに常識ないんだね謝罪でこの格好ってなべてる笑ってほんとそうだよねこれ <laughs> だってジャージじゃん違うジャージでもなんか着こなし方もめちゃめちゃ適当,適当だしでサングラスかけたりしてんだよこれで謝罪しに来ましたって意味わかんないんだけど元とみ 場所もおかしいし、格好もおかしいし、あの謝る先もおかしい。なんで視聴者の皆さんに対して謝ってんのそっちじゃねえだろうって、もうね、ほんと、謝り方を一切知らない48歳のごぼうの党の党首ってことなんですよね。こいつらに投票したバカな連中も反省しなきゃね、日本の恥、政治家の恥だーっていうふうに、ね、言われてます。こちらもいいで、ね、させていただきますね。とか、他には、奥野隆とやら、かっこ悪いって、ビビりながらやって 知んんからけどフラフラ締まりのない動きしてて、見てるこっちが恥ずかしいわってね、最初は、俺はあれ悪いことしたことねえんだよって、いうふうなことを言ってたのに、急に謝罪し始めるって、なんだそれって、こちらもいいねさせていただきますね。とか、あと、日本の恥、奥野隆氏顔バレが怖くてサングラスしたまま謝罪するが、理由も語らず、恥の上乗りをするっていうことでね、あのヒカルさんの YouTube の中では、一応ね、サングラスかけてる理由っていうのを話されてたんですよ。 それが顔バレしたくないって。いやちょっと待ってよ。こんなのほとんどバレてんじゃん。今さらだって、本当に謝罪したいんだったら、ああサングラス外せばいいのに、うん。<laughs> いやお、奥の高志が名前も出てるし、ね。まあ、ある種、その、経営者としては有名な人らしいから、顔バレっていうか <laughs>、バレてんじゃん、どっかか言っても。何それ。今さらそんな理由なの、えー。サングラス外せない理由。マジかよって。 もうむちゃくちゃなんですよね。まあ、人としてってとこだよ。こちらもいいで、させていただきますね。とか、他には、光、言うとくぞって。 これねこの話、ヒカルさんにもかなり批判が殺到してる話であって、今回のね謝罪の動画を上げたせいで、ヒカル言うとくぞ、中立的な立場として振る舞っても、そして奥野に苦言を呈したところで、お前が動画に使った時点で、それはお前の広告と奥野の広告になるんや、動画の中で奥野に同意できないといったところで、金にめくらんで奥野とトークしてアクセス稼いでる時点で、貴様の底が知れるわ引退しろやって、ヒカルふざけんなよ っていう,ような意まあ本当あります、まあまあ、ほんと元もんねこれはね同意かなと思いますけどね共,共感できますあのだっていくら謝罪したいって言ってきたね奥野さんから言ってきたとしてもなんで俺の YouTube の中で発信しないといけねえんだよっていうのが普通だと思うんですよね俺は影響力あるから 全然理屈になってないかなと筋通ってない気がしますねこれもその通りだと思います他にはる、えー、は YouTuber としてリスペクトがあったが再生回数のためにこのタイミングで奥のを出すのはなんだかなと思うぜってまほんとそうだよね うこの間のあのあれ,あれ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 だって田口翔さんの時もそうですけどもうあの話題性があれば何でもいいんかよっていうような感じになっちゃってますよねこれで軽く謝罪して許されるなら何でもやったもん勝ちじゃねえかよこれ以上どこにも出さないことがこいつにとって一番効きそうだし本当に悪いと思ってるのはもう出てくるなよまあここだよね本当に悪いと思ってるんだったらもう表に出てくんなよって思いたいですよねだってそれぐらいひどいことやってるよ あれって、うん、なんか炎上商法とかを、まあ、喜んでみる人とかですら引いてますからね。ということで、今回はあの大延長したごぼろとの党首を奥野隆氏なんですけど、急に謝罪し始めたけど、謝罪の仕方がむちゃくちゃすぎるだろうっていうようなお話でした。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。